はい、今回はブログにアクセスの多いキーワード、はい、インスタグラムを中心に SNS 関連、こちらについて実際にアクセス多く来るようなキーワードに関して時々ツイートをしています。関係ありそうなやつって今書いてあるんだけど、過去からまあいろんなものこういうふうに、はい、時々ツイートしています。はい、で今回はこちらの関係ありそうなやつとしているここの項目、はい、さっきも表示したこの項目について、まあ、各種リンクを貼ってあるので、ここざっくり解説しようと思います。ここに貼ってあるリンクに関してはキャプション欄にも設置する予定なので、内容を細かく知りたいっていう人は直接飛んで見てみてください。はい、まずは一つ目、一番上の、はい、こちらインスタストーリー IGTV リンク。はい、この響きだけ聞くとちょっとあんまりピンとこないというか、すごい昔の話なのかなっていうところで、はるか昔の話で触れています。はい、インスタグラムストーリーズから IGTV にリンク設置は可能に。はい、これは実際のところ IGTV が導入された2018年6月の時点からある機能です。はい、ここ実際にツイート、その当時したもので動画を掲載しています。はい、上のリンクのアイコンタップするとこういうふうに IGTV の選択画面出ます。もう一回再生されると思うので、はい、上のリンクタップすると IGTV の動画の選択画面、はい、これを選択することによってストーリーズの下にスワイプアップのボタンが設置することができます。はい、これは今も変わらず使えるので、はい、あとはここではちょっと映ってないけど、 IGTV の自分の動画の画面に行って、他人の動画でもいいんだけど、そこから DM ボタンを押してシェアっていうのをやると、その時にもシェアが可能です。スワイプアップではなく、実際にここの画面に IGTV の動画が表示されてシェアできる感じになってます。はい、続いてフォーカス表示されない。はい、これは YouTube にも過去に動画アップしてあるんだけど、不具合なのか配信になったのかちょっと何とも言えないんだけど、とりあえず見えなくなってます。今現状使えなくなってます。これ人によって見える見えない、アカウントによって使える使えないあるとは思うんだけど、はい、ここにも一応追記としてインスタフォーカスが使えない、表示されない使い方、はい、っていう感じで2020年1月の時点で追記しています。で動画も載せてます。はい、これは YouTube の方行ってもらうと、まあブログに飛んでもらってここから再生してもらった方がどこにあるか分かりやすいと思うので、はい、まあ、結論としては何回か場所が移動しました。はい、もともと今ここで見てもらうこのフォーカス、スーパーズームとかこういうところのもうストーリーズのメニューに入っていたものが消えて、通常、はい、ストーリー起動した時の最初の画面、そこでエフェクトスワイプしていくとそこの中に紛れ込んでいるっていう状態で、このアイコンが出てました、真ん中のシルエットみたいな。はい、でもそれも消えてしまったっていうのが現状の状態です。はい、これはインスタグラム側次第になってしまうので、現時点では解決策っていうのはないと思います。はい、続いてフェイスフィルター作り方。はい、ここの項目に関してはあくまで関係ありそうなもの、はい、その記事をリンク紹介してるっていう感じなので、はい、まあ、直接飛んでみると、これは実際には作り方に関して解説をしている記事ではないです。はい、まあ、ここ読んでもらうと分かるけど、 AR フィルターの作成登録申請メモ、はい、ARエフェクトを作る前に知っておくと便利そうなあれとして、当時2019年8月、はい、エフェクトの作成が一般に開放された時点で書いた記事です。はい、まあ、ちょっとここ見てもらうと、まあ、フェイスフィルターをまずエフェクトを作るのに必要なもの、例えばスパーク AR のパソコン用のアプリだったり、あとは確認用に便利なスパーク AR プレイヤー、はい、スマホのアプリ、パソコンでエフェクトを作った後に実際に確認するときにスマホがあると便利です。便利ですというか、これを通さなくても確認はできるんだけど、はい、まあこれがあった方が便利という話です。はい、とか、まあそうだね、この、まあ、ダウンロードどこからするかだとか、その当時の話なので今現状は若干変わってる部分もおそらくあると思います。はい、当時の話で、まあ、必要なファイル、例えばエフェクト申請するときに、まあ、動画のファイルサイズがどうこうだったりとか、サムネイルが必要とか、
はい、事前に知っておいた方がいいんじゃないかなっていう、そういうところの話になります。だから具体的な作り方の話にはちょっと触れてないです。はい、まず1からやろうっていう人は見てもらうと、まあ、何かの参考になるかもしれないので、はい、まあ、細かな点はさっきも触れた通り現時点で変わってしまっている可能性もあるので、はい、あくまで関係ありそうな記事っていうところでの紹介です。はい、続いて何か協力、はい、これだけでピンとくる人いるかどうかっていうところなんだけど、まあ、画像を添付してあるけど、まあ、このあちょっとこれ文言が違うね。はい、ちょっと記事の方飛びます。何か協力、はい、これが何かというと、インスタ質問スタンプ、質問はありますかっていうのが元々だったんだけど、これが何か協力できることはありますかにコロナの絡みで変更になりました。はい、でこれ実は今さっき見せた画像と同じなんだけど、この画像は私にできることは何かありますかってなってます。はい、これは上の質問はありますかっていう元々のこの項目に対して、その後に何か協力できることはありますかに変わる間に何日間かだけ表示されたのが、私にできることは何かありますかっていうのがありました。だから現状はおそらく変わってなければ、何か協力できることはありますかっていうのは現時点だと思います。はい、意味合いとしてはもうそのまんま普段の、質問スタンプの感じ、ただし質問は何かありますかではなく、コロナの現状っていうのがあるので、協力できることありますかってすることによって、まあ、よりお互い助け合いがしやすくなる、困っている時に声がかけやすくなる、そういう意味合いで文言変更をしたっていう話です。はい、ここは流れについてこの記事の中で触れているので、ツイッター上である人がそういう話、こういう文言に変えた方がいいんじゃないかって、一時的にでもっていう話から、インスタグラム側が対応したっていう感じの流れになっています。はい、でここに関しては、まあ、この文字は自分で打ち替えることができるので、好きな言葉に変えれば、もし気に食わないとかあればだけど変えられるんだけど、作成モードの方から質問スタンプ使う場合っていうのは、未だに昔と同じ質問はありますかっていうこの言葉のままになってます。これもしかしたら人によるかもしれないけど、はい、ストーリーズの上のスタンプのトレイから使う場合は、何か協力できることはありますかってなってるんじゃないかなと思います。はい、続いて動画15秒以上、はい、これはもうはるか前から来てるやつ、もうこの記事の番号を見てもらっても8906ってなってるんだけど、結構前の記事ですこれ。はい、でこれも正直答えがわからないというか、ここ見てもらうと、まあ、インスタストーリーズの動画15秒以上撮影可能に自動分割してくれる新機能、はい、っていうことで記事書いたの2018年の12月です。はい、でその後に一応追記をしているんだけど、まずどういうことかというと、この動画を見てもらうと、ここ自体は知ってる人が多分多いと思うんだけど、このシャッターボタンを押し続けることによって、こうやってどんどんサムネイルみたいに動画が溜まってきます、15秒単位で。でこれを一括して投稿する、もしくはいらないものは削除して投稿するだとか、まあ、この番号今振ってるけど、でその当時では10個までストックできることができました、することが。はい、だからつまりここに書いてあるのだと2分半、計算合ってるか分かんないけど、15秒 ×10 なので150秒間分まとめて投稿ができました。ただしこれがその後に追記したもの、これものすごいアクセスがずっと多かったので、なんで来るんだろうっていうところで調べてタイミングでどっかで記事を追記したんだけど、元は10本分ストックできたんだけど、現在は実際の投稿は4本というふうに、まあ、この記事を書いた更新新たにした時点で書いてあります。で最後に触った時、何週間か前でも4本が最高だった気がします。だからまあ 15×4 で1分間、はい、っていう感じかな。だから現状はこれも人とかアカウントによってできる人もいるのかもしれないけど、手持ちの環境でいろいろ試した感じでは4本が限界でした、1分まで。ここはもしかしたら IGTV ができたりとか、 IGTV が1分以上の動画の投稿っていう風になっているので、そことの兼ね合いでストーリーズ側は短く制限したって可能性もあるかもしれないです。 IGTV がいまいち盛り上がらないっていうところで、そっちにを使ってもらおうっていうところで Instagram がいろいろ工夫していたりするので、はい。そして最後、ここはちょっと触れるまでもないけど、まあアップデート内容、はい、まあインスタアップデート内容って感じで、まあこういうのもよく来るんだけど、これに関してはもう、まあ、この URL 見てもらうと分かりやすいかもしれないけど、まあ、告知 -t.com で次カテゴリーのインスタグラムってしてるので分かると思うけど、まあ、インスタグラムの記事はもうガツガツ
どんどんアップしていってるので、はい、テスト中のものだとか日本未公開のものとか今後もしかしたら日本に来るかもしれないみたいなものも含めてこのインスタグラムのカテゴリーにどんどん記事を追加していっています。はい、YouTube の方はどうしても動画だと追いつかなくて、まあ、作ろうかなと思いつつ時間だけ経過してしまうとかもあるので最新の情報を知りたい人はブログ見てもらうのが確実です。はい、現状のコロナのおうち時間とかその絡みでいろんなイベントとか企画みたいなものも立ち上がったりとか、まあ、ここはこれも概要欄に貼っておくのでここのカテゴリーインスタグラムのカテゴリーの記事ブログ一覧でチェックしてもらうと最新の情報も把握できるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はブログにアクセスの多いキーワード、はい、こちらについてざっくり解説とリンクの方記事の紹介でした。はい、これは時々ツイートしているので、はい、気になる人はこのツイッターアカウントをフォローしておいてもらうと、はい、ブログよりも先に細かな情報を配信したり過去のものを振り返ったりとかっていうのもあるので実際はまあもっと後にツイートしたものとかもあったりするんだけど、はい、こんな感じでやってるのでツイッターの方もよかったらお願いします。ということでこんな感じのものも YouTube の方時々アップしていこうと思うのでよかったらまた見てください。さようなら。